こんにちは。今日は首こりとか、まあ、ストレートネックって言った方に、行うストレッチポールを使った体操の仕方をお伝えしていきます。この体操は、ストレッチポールを使ってやるんですけど、それは首こりとか頭が重いとか、まあ、そういう方っていうのは頭がこう前に来てるので、これを後ろに持っていきたいんですけど、その時に胸を開かずに頭を後ろにしようとするとこの辺で詰まりができるので、まず一回胸郭開いてから動かすっていうことをやっていきます。まあ、注意点動画で説明しながら言うんですけど、まあ、注意点は頭こう上向いた状態を作るので、こう上向いた状態で頭に血が上っていったりとかして、まあ、急にこうふわっと頭を大きく振って起き上がったりとかすると、さっと血が下がるような感じで、まあ、気持ち悪くもなったりもしますので、まあ、ゆっくり頭急激に動かさずに行う必要があるんですけど、まあ、動画で説明しながらやっていきますので、まあ、一回、紹介していきます。じゃあやっていきます。はい、じゃあ体操やっていきます。まず、分厚めにタオルを畳んでポールの上に行きます。ポールの上に行って最初は胸を上げる運動からするんですけど、こう胸をこう上げていくときにどうしても肩がこうやって上がっちゃうので、上がらないように胸を上げてから下にこう下げる、この状態で一回胸郭周りのストレッチをします。でその後にタオルの方まで行って首のストレッチしていくんですけど、まずはポールの上でこの状態で手のひら上に向けた状態で胸を上げて肩をこう下に下げる感じ。これで5秒間、1、2、3、4、5、これを5回します。胸上げて下に下げる、1、2、3、4、5、胸上げて下に下げる、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5してから、今度はタオルの方まで頭を移動していくんです。こうやって頭を浮かさずにゆっくりこう滑らすような感じで上までいきます。上まで行ってから胸を上げて肩を下に下げる状態、この状態のまま頭を上に向けてここのストレッチ、1、2、3、4、5、左に向いて上に向けてここのストレッチ、1、2、3、4、5、まっすぐしてこっち向けて上に向けてここのストレッチ、1、2、3、4、5、まっすぐして上のストレッチ、1、2、3、4、5、左に向けて上、1、2、3、4、5、まっすぐして上、1、2、3、4、5で、また上で1、2、3、4、5で、この時も首を浮かすんじゃなくてゆっくり進みをしながら戻っていって胸開いた状態で下に下げる、1、2、3、4、5、これを5回、胸上げて下に下げて1、2、3、4、5。首のストレッチしてからこれやると最初よりやりやすいのが分かると思います。胸上げて下に下げる、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、こういう感じですね。で、起き上がるとき、こうやって起きると上向いてると血が上ってふわっとなって血圧下がるような感じでふわっとなることもあるので、起きるときはもうちょっと横に倒れながら起きた方がふわっとなりにくいので、こんな感じで起きてもらいます。ポールから移動するときも頭を上にこう下がった状態から上に上げるとふわっとなったりしたり気持ち悪くなったりするので、まあ、できるだけゆっくり滑りながら降りるような感じで移動して頭大きく動かさないような感じで移動していきます。まあ、こんな感じで、胸郭をしっかり伸ばすストレッチと首を後ろに持っていくストレッチをやって首の調整をしていってます。まあ、こんな感じで今日の動画を終わります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。